火のついた、ジョイントジョイント、巻く前の状態。左側に紙で作ったフィルターが配置されている。フィルター付けのジョイントジョイントは喫煙のために大麻を紙で巻いたもの、すなわち、紙巻きタバコ状の大麻である。巻き紙としては、先進各国では通常リズラに代表される、紙巻きタバコ専用の紙が用いられる。一方で特に開発途上国では、 ありあわせの包装紙やタバコの葉を除いた紙巻きタバコ、ビデからタバコを除いたもの、レシートや新聞紙などもよく用いられる。紙巻きタバコ専用の紙は、あらゆるサイズのものが、米、麻、甘、肝臓、その他香りがつけられたものなど様々な素材で作られている。ジョイントの大きさには好みに応じて、幅が見られる。一般的には0 2 5ムから1ムの、 大麻を含むサイズが好まれるが、過去には1ポンド、あるいはそれ以上の大麻が1本のジョイントとして巻かれたこともある。大麻にタバコの葉が混ぜられることもある。商業的に流通しているアメリカの医療大麻、ジョイントジョイントには大麻が含まれることが前提となるが、地域によって異なる習慣を持っている。ヨーロッパやイギリス連邦のいくつか、そして最近では来たアメリカでもジョイント。 スプリフには、タバコの空き箱、あるいは名刺などを切って丸めたものを吸い口として用いる。スプリフは、タバコが混ぜられていないジョイントを意味する。すなわち混じりっけなしのタイマジョイントと、ヨーロッパで一般的なタバコが混ぜられたジョイントとを区別するために用いられる語である。ヨーロッパではタイマの未喫煙は一般的ではないが、対照的にこのスプリフという語の発祥となった。 西インド諸島、特にジャマイカでは大麻にタバコを混ぜることは一般的ではない。オランダの企業は電子ジョイントの製造を行っている。これは電子タバコの仕組みを利用したものである。大麻を細かく砕くためのグラインダージョイントの語源をたどるとフランス語に行き着く。参加するを意味する古フランス語の動詞ジョインドレの過去、分子、すなわち、 形容詞で、さらに遡ると、ラテン語のアインクタスに由来を求めることができる。これは、イヴンゲレの過去文詞である。1821年までにジョイントは、アイルランド系イギリス人の言葉で、別館、離れという意味を持つようになる。母屋に繋がったという文脈での連想である。その後1877年までにジョイントはアメリカで、場所、建物、施設、中でも、 特にアヘンクツを意味するスラングとして発展している。その後、大麻、タバコという文脈で使用された時期は1938年に求めることができる。ジョイントの他にもたくさんのスラングが同義語として使用されている。スプリフは西インド諸島のジャマイカ英語由来の言葉であるが、欧米各国にも特にイギリスなどヨーロッパのいくつかの国によく浸透している。 スプリーフの語源については、はっきりしていないが少なくとも1936年には、この語が使われていた痕跡がある。J あるいは J がジョイントの略語として使われることもある。Doobie ーーもまたよく用いられる語である。ありがとうございます。